ゲルゲ。今回ご紹介するのは青島心さん。つむりちゃん。1999年5月19日生まれ。静岡県出身。血液型は A 型。身長 166cm。2015年デビュー。日本の女性モデル。女優。2011年実施の第7回東方シンデレラオーディションに応募し、入賞は逃しましたが、事務所サイドから声がかかり、東方芸能に所属することになります。ほぼスカウト。2015年。第23回プチレモン専属モデルオーディションでグランプリを獲得し、モデルとしての活動を開始しました。特撮ヒロインさん、グランプリ経験者多いな。2017年1月6日から放送のゼロドラゴンブラッドで初めてのドラマ出演をしてヒロイン役に起用されました。このドラマで心ちゃんの存在を知ったよ。週刊プレイボーイの2017年1月23日号にて2017年注目する8人すごかわ2017として特集されます。2019年からはアメバ TV、 2020年からは映画、2021年からは CM、 ミュージックビデオなどに活躍の場を広げます。そして2022年9月4日から放送の仮面ライダーギーツのヒロインの一人つむり役で出演します。可愛いから綺麗に成長してて、最初ゼロのヒロインの心ちゃんと気づかなかったよ。2022年10月3日デジタル写真集純潔を発売。2022年11月22日発売のホワイトグラフに登場。また12月8日、ホワイトグラフ、デジタル写真集を発売。綺麗だな。2022年12月10日公開の映画、乾いた蜂に出演。2022年12年23日公開の映画、仮面ライダーギーツ、リバイス、ムービーバトルロワイヤルに出演。いつもと違うつむりちゃんも見れたね。趣味はドラマ鑑賞。野球は阪神ファン。特技は小学4年から習っている少林寺拳法で、黒帯の実力。つむりちゃん意外と強い。今後も活躍を楽しみにしています。